はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマ、新年中の方へ、新年長までにできていなければいけないこと。新年長、つまり来年の11月ぐらいかな。今年少の方で、次のね、年中さん、あ、うん、そうだよね、1年後にまでにできていなければいけないことということです。その1、じゃあ、ね、由美先生、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、いや、よく考えてみると、うん、新年中って言っても、はい、来年の4月まではまだ年少ですからね。ね、これがなんで新年中なのかって、年中っていうのかなって私もすごい疑問なぐらい、まだまだ幼いし、まだまだ小さいし、だから新年中っていう言葉に惑わされて、もう年中なんだ、もうあと試験まで2年間しかないんだ、じゃあもう何でもやるっていう、前から言ってるように、子供、その年少というか幼児にやっぱり予習っていうのはできないんですよね。先取りというか、そう、先取りができないっていうか、うん、なぜ先取りができないかっていうと、脳の発達がやっぱりそんなにね、出来上がってるわけじゃなくて、今出来上がり途中なんですよ、年少もね、はい、だから仲良しの2歳児から3歳児4歳児って、本当にそこの間、目覚ましく脳がこう大きく発達していくから、その発達していく速度に合わせて、その何て言うのかな、教材を与えていくっていう、で、できることもあればできないこともありますもんね。それをね、長年見てて思うんですけど、その脳の発達スピードはもうみんな子供によって違いますけど、脳の発達スピードに合わせずね、それ以上に何て言うのかな、難しいものを与えたり、それ以上にやることを要求すると、脳がまだそこまでいかないのに、大人の感覚からしたら、これをやっとけばね、楽じゃないかとか、そういうふうに思ってね、もう鏡的なものとか、まあ難しい点図とか、こういうのもかけとけばいいんじゃないかって思うけど、子どもは脳の発達に応じて進歩していくわけだから、すごい複雑な点図なんか見えるわけないんですよ。そのどんなに頑張ったって脳はそこまで行ってないんだから、そうだから、それよりも年中の間に点と点を結んで同じように書く、もう本当に簡単でいいから同じように書く、それが脳の発達とともにだんだんこう、まあ、顔つき見ればどのぐらい発達してるかは私は分かるんですけど、そのあ、良くなってきたな、だいぶお姉さんっぽくなってきたなって思った時に、ちょっと難しい点図を与えるとかね、そうしていかないと、年中だからさあ何でもできるかって言ったら、紐結びだって紐通すことはできるけど、穴開けて一回結ぶのがやっとだと思うんですよ。大人ならできるっていう感覚でも、子供にしてみたら、その複雑なことですもんね、かなり簡単なんだけど、見た目はだけど、やっぱり手が未発達だから、それやっぱできないんですよね、そういう、なんていうのかな、必要以上にすると、で、年中までっていうのは、まずね、ものには仲間っていうのがあるっていう、はい、だから大根とか人参とか、ピーマンとか、みんなが知ってるのは大体ピーマンとか知ってるんですけど、でその3つのな、そういうものが何の仲間かって聞くと、みんな大体大根の仲間とかピーマンの仲間って言うんですよ。そうじゃなくて、そういうものをまとめて、野菜、じゃあいちごとかみかんとか、パイナップル、これは何の仲間かっていうと、りんごの仲間とかね、みかんの仲間って言うんですけど、そうじゃなくて、それをみんなまとめたものは果物の仲間、いわゆる仲間分けっていうのはね、その面白いんですけど、そんなもん誰だって大きくなったら分かるじゃないと思うんですけど、やってない子とやってる子だと、やってる子は自然に車の中、乗り物の仲間とかそういうふうに言うんですけど、それが4歳、5歳になっても、その仲間分けを全然知らない子って、やっぱりみかんの仲間って言うんですよ。でも、そのものを仕分けるっていう能力っていうのは絶対必要なんですよ。それから言語にも、例えばいちごって言ったらね、
いちごって言えるけど、じゃあそれがひらがなにしてみたら何文字でできてる、うん、言葉の音の順番、そう、うん、そういうの全然わかんないと、はい、初めの言葉が何なのか終わりの言葉が何なのかっていうのがわかんない。なるほど、はい、でそうするといちごって言った時に、まあ、初めの言葉がいい、うん、終わりの言葉って最後に言った言葉が5だよ、うんうん、言った言葉が終わりの言葉って5って、でそれじゃあ何が必要かって言ったら、じゃあ例えばよくテストにも出るんですけど、かで始まるもの言ってください、うんうん、いで始まるもの言ってください、でも初めのとこは何だか分からなかったら、そうね、そもそもね、浮かんでこないですもんね。それでやっぱりさっき言った仲間分けでと同じようにね、あのカマキリとか傘とか、それはこれは何って言っても何で始まるかっていうのが分かんないんです、うん、じゃあ「か」で始まるもの3つぐらい言ってごらんって言っても慣れないと、もうできるはないよね、頭の音が分かんなかったら全然分からないんですよね、うん、まず言語的にはあのいろんなものの名前が最初の音と最後の音が分かる、うん、で最後の音が分からないとしりとりができなくなる、そうですね、うん、だから家でみんなでぐる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 回してうちの子しりとりできますって言うけど、紙になったらできないんですよ、うんうん、そう、あの言葉だけじゃなくてね、そのそう複数の選択肢から選んだりとかいろんなしりとりもありますからね。しりとりっていうのは言語の部門でありながら推理の部門は、そうですね、なぜかっていうと、ブランクになったりとかね、しりとりって絶対に名前を言わないんですよ、その絵の名前を言わないから、わからない、言わないから、そこは自分で推量するんですよ。卵だったらゴリラとゴマがあったとしても、次がラクダだったらね、ゴマは選べない、そう、ゴマは選べないとかね、それとか全くゴマともうなんか全然わかんない絵が描いてあって、でどこに行くかって言ったらゴマは絶対行くからこの絵じゃないとかね、ある子によったらその分かんない絵をじーっと考えてる子もいたりすると時間になっちゃうとかね、たと、うんうん、え分からなくても消せば分かるっていうこの手法が、そうそうそう、でもそれは年長なんですよね、うん、その以前の問題でしりとりっていうのはしりを取っていくっていう、それが分からないと、それが分かるのが年長なんです、なるほど、それからあと数ね、これ今日その1ですけど大丈夫ですか、全部言わないでくださいね、あ、その1なんですか、はい、さっきその1って言ったからタイトルにその1って言っちゃったんだけど、大丈夫かな、なるほどね、はい、そうですね、なんか全部言いそうな感じがしたから、あ、別に、はい、まあ、まあいいですけど、どうぞどうぞ、うん、それは今言語関係のことなので、はい、まあそれがその1って言えばその1なんですね、はい、そうですね、で、はい、あの次回は図形とか、うんうん、それからあと数に対してどこまでやったらいいか、はい、そういう意味では数はちょっといろいろあるので、うんうん、まあそれはその2でもいいかもしれません、はい、よかったよかった、なんか全部出し尽くしたいそうな気がする、長くなっちゃいますよね、この1分にしておきました、はいはい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、はい、それでは教室からのお知らせです。フレンドリースクールでは子育て幼児教育相談会平日と土曜日に行っております。体験授業も受付中、1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。あ、先ほどのこちらのね、お試し講習、もう早い子だとね、もう翌日とかになってしまうのでね、お急ぎの方はお早めにご連絡いただければと思います。連絡先です。電話番号が 03-3390-0750番。メールアドレスは info@friendly-school.com です。教室では引き続き様々なテーマでお話をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。あ、高評価ももしよかったらどうぞ。ありがとうございます。ということで、本日も最後までありがとうございました。それでは失礼いたします。